タルリンネはフィンランドトゥルク出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で初めてポイントを獲得した女性ライダーである。リンネのレースキャリアはレーシングカートから始まった。カート時代に戦った相手の中には、後にフォーミューラ1で活躍するミカ・ハッキネン、ミカサロ、j j レイトラがいる。1979年、リンネはハッキネンを抑えて、 フィンランド選手権の 85cc クラスチャンピオンを獲得した。翌1980年はサロがチャンピオン、8期年は4位に沈んでリンネはランキング2位となった。1981年は再びリンネと8期年のタイトル争いとなり、今度は8期年がチャンピオンとなった。1982年にはリンネが2度目のタイトルを獲得し、8期年は2位に甘んじた。 そして1983年、リンネはこの年もランキング1位でシーズンを終えたが、最終戦の検査で、マシンから違法な燃料が見つかったことでポイントを剥奪される。これによりタイトルは8記年のものとなり、リンネは1年間の出場停止を言い渡された。結果として、この処分が前途有望と思われていた、リンネのカートレースのキャリアを終わらせることになった。 カートレースで成功を収めつつあったにもかかわらずミリンへの転向を決意したリンネは1987年にはロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たした。1988年フランス GP の決勝レースを14位でフィニッシュしたリンネは2ポイントを獲得した。これがロードレース世界選手権において女性ライダーが初めて選手権ポイントを獲得した。 瞬間だった。ホッケンハイムで行われた1989年の西ドイツ GP では予選2位を獲得し、決勝でも一時はトップを走る活躍を見せて最終的に7位入賞した。この年は圧戦のダッチ TT でも8位入賞し、合計23ポイントでシーズンランキング17位となった。結局この年がリンネのベストシーズンであり、 ホッケンハイムでの7位が彼女のベストリザルトとなった。1990年、ポールリカールで大きな事故にあったリンネは、怪我の療養中に、バーニー・エクレストンから手紙を受け取った。当時、F1 だけでなく2輪の世界グランプリをも牛耳っており、各ライダーのシリーズへの参加資格についての決定権も持っていたエクレストンからの手紙には、リンネが来季のシリーズへの参加資格を失ったことが、 書かれていた。こうして、世界選手権におけるキャリアを終わらせたリンネは、この時の手紙が彼女の人生の中で最も深い、失望を味わわせたと後に語っている。ありがとうございます。